静電気は何かをこすり合わせることで生まれます。下敷きをこすって頭の上にかざすと髪の毛がくっついて持ち上がります。アクリルの定規をタオルでこすって水に近づけるとこのように水が定規に引き寄せられます。テレビの画面に紙がくっつくのも静電気の働きです。静電気が起きると物がくっつくだけでなく離れることもあります。細く裂いた紐をティッシュでこすると静電気がたまります。ゴム風船もティッシュでこすると静電気がたまります。その紐と風船を近づけると静電気の働きで互いに離れようとします。風船を使って紐を空中に浮かすことができるのです。静電気は物を作るのにも役立っています。これからこの白いクマに毛を植え付けます。茶色い細かい毛を機械の中に入れます。そして機械にスイッチを入れて静電気を起こします。すると静電気の働きで細かい毛が人形に吸い寄せられてくっつきます。こうするといろいろなものの表面にまんべんなくきれいに毛を植え付けることができるのです。これは静電気を使って食べ物に字や絵を印刷する機械です。クッキーの上にかぶせたスクリーンに印刷したい形に隙間を空けておきます。そして食べられるインクの粉をこのスクリーンの隙間に通します。すると静電気の働きでインクの粉は散らばることなくクッキーに向かってまっすぐ吸い寄せられます。そのままインクの粉を熱で溶かして固めると印刷の出来上がりです。このように静電気を使えば表面がデコボコした食べ物にでもきれいに印刷をすることができるのです。